はようございます。おはようございます。川田です。庄山です。今日は庄山さんどこでした？ここは明石海峡、明石ですね。明石ですね。僕明石初めてです。私も初めてなんですよ。庄山さんいつも普段は、はい、玄海の鯛を釣ってます。九州の方で、はい、僕はもう瀬戸内とあと鳴門海峡の方、ここでやったことない2人がちょっと明石で、そうですね、頑張ってみましょう。はい、どういう釣りが展開できるか、はい、釣りができるのか、はい、未知の世界ですけどね。はい、とりあえず頑張ってみましょう。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。潮が早いって聞いてたんで、タングセンのヘッドで、色は船長おすすめの赤です。ネクタイは赤ですか？赤。なぜに？いや、今日は船長が赤いって言ったんで、赤なんですけど。僕と一緒です。本当はね、使いたい色もあるんですよ。イワシベイトのところで、ライトグリーンが良かったりするんですね。なるほど。ベイトイワシ言ってましたね。はい。まあでも最初はちょっとね、そうですね、船長に従うのが一番得策かと。いつも九州でやってる時は巻きスピードとか遅いんですか？意外と速いですね。速いんですか？はい。でベイト付きなんかも最初ぐらいのスピードで巻いてるんですけど、とりあえず範囲に答えをもらうとですね、そこからまた展開していくという感じが続くのゲーム、どこが正解かわからないですからね。とりあえず色のことを試してますね。変えます。からこうか、反応がないよ。僕このままで、僕はこのままで赤です。庄山さんが釣るとその色にします。夏場にイワシが入った時って緑結構ナルトでもある時ありますよね。ナルトでもありますよ。それはイワシベイトを打ちます。当たった、ほらほらほら、当たった。よし、一撃よ。よし、来た船長。一発や、一発やね。おいおいおい、これ取ったらもう今日取材終了ですよ。いや、僕は取ってないですよ。ちょっとこっち上げますわ。お願いします。はい、来ました。え、こっちっすね。見えました。ギル入ったね。もう嬉しい。クリアのタイ、はい、行きましょうか。はい、ナイス。 OK です。やりました。カラーローテーションして一発やったですもんね。でイワシについてるタイって意外とこういうグリーン系強いんですよ。好きなんですね。で落として巻き始め1メーターでもう引っかくったような感じです。針見てもらったら分かるんですけど、ワンゴがっつりでしょ。ここにかかるつもりはタイが追ってきてかかるときにこういうかかり方するんですね。ボールの時ってどこにかかるか分かんない。こうなれば意外と簡単に振ります。リアクションでくるくるって回すようでしょ。これも音の周辺の魚の呼ぶのも結構有効なんですよね。着底するに13回転を早まくするんですよ。で、あとスピードを一転していく。だからとこういうなんか細かいあれなんですけど、これ結構ね、有効なとこあるんですよ。スライドの その形状っていうと、まあ、UFO 式 の そのラバーとシンカーの接合部分っていうのは意外とすんなり入るように設計されてるんですよね。早巻きでくるっと巻くと綺麗に整うことなんですね。
バーソードにしてもですね、やっぱ来るときは連発して来るって感じ。絶対値が少ないやろね、タイの。毎年こんなんかな、赤石って。わからないですね。ただ、僕が初めてやったから。さっき答えを見てたら、まだアフター回傾向中って感じだったんで、なんかね、こう、今からまだシビアな時期じゃないかなと思うんですよね。ちょうど谷間の時期。そう。まあ、九州もそうですよね。近くこう参って誘ってるんですけど、あのやっぱ明石海峡、やっぱりこう見ての通り、ね、陸地と陸地の間が狭いんで、その分海流っていうか潮流が速いところなんですよね。で、まあ、九州にもそういった場所っていうのはあるんですけど、それプラスのこう海底の起伏が激しくて、もちろんそういうところにタイがついてるんですけど、やっぱりなかなかこうテクニカルなエリアだなっていうのは思いますね。そのタイが釣れる釣れないっていうのは、例えばストック量の違いとか、それから季節的なものとかいろいろあると思うんですよね、ファクターとかね。つまりたまたまそのこの時期産卵後スポーニング後でタイもシビアになってる時期じゃないかなとも思うんですよ。もっと活性がある時だったらもっとこう食いそうな場所だなっていうのは思いますね。でもこうなかなか僕は九州から明石までね、毎週出てくることってできないんですけど、なんかもっとこう攻略したい場所ですね。でも、うわっ、すごい。今度はタイですか？タイですか？タイですか？うらやましい。天気の見える場所じゃないとね。どう見るかわからないけど。この目にだとこ。見たいけど。帰れるのもあるので、オレンジに帰ったら、たまたま来ました。
どの辺のレンジで来ました？そこから4メーターくらいですか。あ、ちょっと浮いとるんですね。こいつは見て、歯がね、はい、こベイト付きじゃないんですよ。あの、タイヤのことがこんな丸い歯なんですよ。剣士が立ってない。あの、はい、ベイトについたやつはね、もっと立ってますよ。あ、その魚が、はい、マスでもそうでしょ。長い指食うとやつは剣が立ってましょ。あれ釣りのパターンは全然なんだよ。魚が壊れた時にこう、はいはい、後ろでね、あの清水君もちょこっと当たってる。ああ、そうなんですか。気配があるよ、すもんね。来たんで、うん、いやいや、頑張ろう。何ザメって言うんですか？サカタザメ。
サカタザメだって。強敵かもしれんけどね、2枚以上が非常にきついと。すごく釣りにくいと。テクニックもいるし、まあ今はこういうタングステンヘッドですごく助けられてるとは思います。ナルトでもやるけど、僕は瀬戸内海小豆島近辺でもよくやるんですけど、あっちはもうすごく釣りやすいフィールドなんで、そういう方、こっちはすごくテクニカルですね。それだけに釣った一匹が嬉しい。そんな感じです。ここは結構ええ感じの釣りやすさなんですけどね。もう上がります。
行きましょう。行きますよ。はい、お願いします。おお、すげえな、こんなった。ありがとうございます。ありがとうございます。でかい。でかい。すごいよ。シンカーリーですよ。今流行りの。何チューですか。シバチューンやけど。シバチューンですね。来た、僕は。はい、やりました。嬉しい。もう来たと思ってますよ。ありがとうございます。そこから結構あれだと思うんですよ。もうそろそろ、もう一回そこ落とそうかなと思った頃にガツンと。何メーターぐらい？多分10メーターぐらいかな。ボーッとしながら巻いてたんで。ティトリープスピードはどの？ちょい早め。はい、そんな遅くもないです。はい。タイラバーの。タイラバーは、これ、タングステンの75。あ、ツインカーリーの赤色。ツインカーリーの赤色。ツインカーリーのね、ツインの部分を切り込み入れてよく動くようにすればいいと柴さんが教えてくれたんで、やったら釣れました。ありがとうございます。ああ、嬉しいわ。肩の荷が降りた。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。まあでも初明かしはそうですね、はい、厳しい状況の時間でもあったんですけど、そうですね、結果として、まあ、肩も見れたし、そうですね、ね、まあ厳しいなりに良かった。そうですね、うん、とりあえずみんながあのタイの顔を見れたし、ね、そうですね、はい、でまあ刃物もポロポロと釣れて、そのリースライドが僕はタギよりも有効っていうのもね、そうですね、見ていただけたと思うしですね、はい、塩川さん、またあの機会あったらご一緒しましょう。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日はお疲れさんでした。お疲れ様です、はい。